はい、マッシブ動画ですね。久々の更新となります。今回はですね、このモジュレーションの中でも面白いステッパーというものについてご紹介したいと思います。で、このステッパー何ができるのかというと、名前の通りステップ、多分これは見ていただいた方が早いと思いますので、フィルターにこのステッパーをかけるといったものですね。一度やってみましょう。まずこちらから、そうですね、ローパスフィルター、これを選びます。そしてこのステッパーを適用しましょう。そしてここで注意点がありますね。全部こういう風に LFO と表示されてしまっている場合がありますので、ここからですね、ステッパーを選択することによって使用が可能となります。それではこちらをフィルターに適用してみます。こういった形になりますね。今オシレーター部分がフィルター1に振らさっていませんので、このように振っておきましょう。そしてこのステッパー、まだこれだけでは効きませんね。今これドラッグでですね、値をこう好きなように決めることができます。これが0の時、初期状態ですね。というのは、こちらですね、今あるカットオフの位置ということになります。要はここを書かなくては始まらないんですね。このステッパーをどこの領域で効かせるのかということを上下ドラッグで決めるといった形です。今ですと、そうですね、ちょっと左に振り切っておきましょう。で、この状態ですと、おそらく何もならないんじゃないでしょうか。そうですね、もうローパスが深くかかりすぎていて、ほとんど音を通さない状態となっています。その前に一回こういう感じになっています。ただの伸ばしのコードですね。これにフィルターなどを適用していきます。無音の状態でも構いません。初期状態をここに定めます。この右の領域がステッパーを最大にしたところと同じ箇所となります。なので、この緑の部分で値が飛んで動くといった形になりますね。それでは一回こう、ランダムでいいですかね。適当にちょっとやってみて、こうしておきましょう。これで一回再生してみましょう。はい、全然意味がわかりませんね。ここ、今数字を見ていくと、移動していっているのがわかると思います。これはですね、今ここの値を再生しているよってことですね。再生が続けば続くほど右に移動して、16まで行った後は1に戻るといった形。で、この際にですね、気をつけなくてはいけないのが、このリスタートというもの。ここが入っていると、音が発音されるたびに頭に戻るんですね。ちょっとこれ見てみると。はい、1212を行ったり来たりしてます。これは2まで行った後に、ここのコードが再生されて、リスタートがかかってしまうからなんですね。こう、ミディノートが演奏された時に戻らせたくないという時は、このリスタートを外しておいてください。で、その次にですね、この動くスピードですね。今正直何がやりたいのかわからないと思いますんで、この動きをですね、ここのシンクから決めることができます。上が小節、下が音符となっていて、今ですと1小節で16ステップ進む。要は1周するわけですね。ちょっとこれで聞いてみましょう。こんな感じですね。結構聞いたことがあるサウンドかと思うんですけども、この最大の特徴はですね、値が飛ぶんですね。今までご紹介してきたこうエンベロープとか LFO っていうのは、絶対に中間の値を通ってそこに到達するのに対してですね、このステッパーというのは飛ばすんですね。いきなりここの値からこっちに飛んだり、こっちに飛んだりとかすることによって、断片的に音を再生することができるといった形ですね。これがちょっと近代っぽさにつながってるんじゃないかなと思います。もちろんこれはですね、いろいろなところにかけられますんで、例えばモジュレーションのフェーズなんかにもかけて、このフェーズ量を調整したりとかですね。こういったこともできます。これだけでもなかなか面白いんですけども、音程にかけることでですね、アルペジエーターを作ることなんかもできますね。一旦これをミュートにしておきましょう。右クリックからミュートを選べば効果がなくなります。で、実際今オシレーター1、12となっていますね。これにステッパーをかけます。でこれはアルペジオですので、何か一つの音の方がいいかもしれませんね。こんな形。
そしてじゃあこの8番でどのぐらい上に動かすのか、これは先ほどのカットオフと同じ考え方ですね。12とすると0の時は実際に今演奏された A が鳴りますね。そしてこれがマックスの時は12、ちょうど1オクターブ上が鳴るようになっています。ここで1個問題が出てきますね。これ見ていただくと 9.66 だったりとか小数点がかなり細かく設定できるんで正確な音程に飛べないんですね。で、こういう時は Mac オプション、Windows Alt を押しながらこれをドラッグすると整数に飛びます。ですので、こう中途半端な音程にならずに進むといった形。これでちょっと音程つけてみましょう。最初は1度、そして5度、1オクターブ上、3度、でまた5度とかこういう風につけることができますね。これで聞いてみましょう。あとグライドモード。こちらを入れておくことで、前動画にも紹介したようにですね、グライド効果が得られます。音がこう、滑らかにつながります。こういった効果を得ることができますね。このような基本的な使い方を知っておくだけでも、様々な可能性を引き出すことができますので、ぜひ試してみてください。今回もどうもありがとうございました。